留萌本線。それは北海道深川市の深川駅から、チップ別町、沼田町を通り、留萌市の留萌駅に至る、全長50キロほどの路線で、何もない田園風景を走る1両の機動車、1両にも満たないホーム、微妙に使いづらい本数設定などなどローカル線らしさ全開のため、全国からその手のマニアを、引きつけてやまない。今回はそんな留萌線の歴史と、今後についてご紹介。時は、1910年。当時手塩最大の良港として栄え、石炭や木材もよく取れた留萌と、北海道関営鉄道の路線がある深川を結べば、輸送が便利になるんじゃねということで、北海道鉄道敷設法による建設予定線として開業した路線で、同年11月に留萌と深川が、11年後には留萌と増毛が鉄路で結ばれ、後の留萌本線が完成した。その後、1927年から31年にかけて、留萌から古丹別までの区間が留萌線として開業したが、古丹別延伸から2ヶ月に満たない間に羽幌線に編入され、国鉄爆発寸前の1987年3月の羽幌線廃止に伴い、廃止となった。ちなみにこれは、国鉄としては最後の廃線であった。まずは、留萌線の開業時の様子を見てみよう。開業時の留萌線は深川を出ると、お隣の北一庵に、は止まらずに、筑紫に到着する。北一庵駅はどこへ消えたのか？今となっては駅前で閑古鳥が鳴いている、JR 北海道のお荷物駅だが、開業したのは戦争が終わった後の1955年と、割と最近である。最近になって開業した駅は北海道には割と多くあるが、その多くが偏僻な土地だったので、現在も JR 北海道を苦しめている金食い虫か、もうすでに路線図から存在もろとも、消し去られている。そして筑紫駅なんて駅は、現在の留萌線には存在しない。筑紫駅と言われると、九州にありそうな駅名だが、現在のチップ別駅のことであり、1954年に、現在の駅名に改称された。筑紫を出ると、次の停車駅は沼田。現在は石狩沼田という名前の駅だが、開業当初は、沼田のみだった。1924年に群馬県を通る上越線に沼田駅ができると、こちらが石狩沼田に改称された。向こうが後にできたのだから、群馬の方が上越沼田とか名乗るべきだと思うが、今の惨状を見れば、こちらが変更されてよかったとさえ思える。沼田を出ると列車は、えびしま、峠下、幌ぬか、藤山、大和田、留萌に停車し、今とさほど変わりない。1921年には留萌から増毛までの区間が延伸開業し、同時にレウケ、シャグマ、増毛の3駅が新設された。なおこの当時国鉄なんてものはなく、関営鉄道留萌線としての開業だった。1926年には仮乗工場として、後の瀬越駅が設置された。1949年には日本国有鉄道法が施行されたことに伴い、国鉄留萌本線となった。1952年に北一庵駅が、1956年には北チップ別駅と、マップ駅が開業。北チップ別、マップは、仮乗工場としての開業であった。現在は無駄に縦に大きい駅舎だが、この当時はこんなに屋根は高くなかった。1961年には優等列車が設定され、1963年には東幌ぬか、桜庭、阿吽、信社、守門別、橋別が、それぞれ仮乗工場として開業。ちなみにこの63年度開業駅は、なんと一つ残らず令和を迎える前に、廃止となっている。1978年には留萌、増毛間の貨物列車の設定が、廃止された。1987年、国鉄民営化により国鉄留萌本線は、JR 北海道の管轄となった。それと同時に路線にあった9つの仮乗工場が駅に昇格し、1990年には桜庭駅を除いた全駅に、営業キロが設定された。桜庭駅は救いようがないくらい利用者がおらず、わざわざ営業キロを設定するのが面倒くさいので、このタイミングで廃止となった。
1997年には表記を留萌から留萌へ変更、1999年には貨物列車の設定が廃止、2006年には東幌ぬか駅が廃止となった。ここまでが、留萌線の歴史である。大事な部分が抜けているが、それはおいおい解説する。留萌線で使用されている車両は、最果てローカルの味方、キハ54と、そろそろ賞味期限が切れてそうな豆腐こと、キハ150型。皆さん大好きキハ40系は、あのひ弱なエンジンで峠下付近の坂に挑むと、その先は、お察しください、になるので、基本的には入線しない。一応2両つなげたりなど、工夫をすることで登れるようにもなるのだが、そんな一両でも輸送力過剰だと言われている路線で2両など、論外もいいところなので、キハ54とキハ150が一斉にぶっ壊れない限り、入線することはないだろう。ちょっと前まではキハ54の代走という形で稀に入線することもあったが、キハ150が H100 型に居場所を追いやられ、旭川に島流しにされた影響で、車両数に余裕が出たためか、最近はほぼ入線しない。ここは地図に載っていることでおなじみ、マップ駅の隣に位置する、ギリギリ沼田町の、恵比島駅。どこにでもあるような貨車駅だが、この駅は何か様子がおかしい。なぜか木の板で、表面を覆われている。これは一体、どういうことなのだろう。そう思って隣を見てみると、こっちが駅舎なんじゃないかと思うくらいの、立派な建物があった。そして建物には、足もい、と書かれている。この建物は一体何なのだろうか。実はこの駅、1999年に放送された NHK の連続テレビ小説、スズランのロケ地として使われ、この立派な建物は、その時のセットである。ドラマの内容は本編の趣旨から脱線するため割愛するが、この立派な建物はあくまでセットであり、駅舎ではない。よく初めて来た人が、このセットを駅舎だと思い込んで満足して帰ることがあるみたいだが、本物の駅舎は、この貨車の方である。この番組撮影に際し、撮影用に標茶町の公園で老後を過ごしていた、C11 の171号機を叩き起こし、撮影後は留萌線を走る SL スズラン号として運用され、現在も釧路湿原を走る、SL 冬の釧路湿原号として、運転されている。ホームには本来の恵比島の駅名標と、足もい駅の駅名標の両方があり、何が何だかわからないが、この駅の正式名称は、恵比島である。ちなみにこのセット、普段は施錠されており、イベントなどで開場されていない限り、中には入れない。駅舎内のマネキンは毎日そのまま残されており、昼夜問わず常にホラーである。一方木材でボロ隠しをしている貨車の駅舎だが、ところどころ爪が甘いところがあり、ホロヌカや大和田と同じ、クリームに青のカラーを拝むこともできる。2015年、留萌線の経営がヤバいことに気づいた JR 北海道は、ついに地元自治体に留萌線全区間にあたる、深川、増毛間の廃止を打診。増毛町と留萌市は廃止を容認し、JR 北海道は2016年4月に増毛、留萌間の鉄道事業廃止届を、国土交通省に提出した。それにより同年12月5日には、留萌本線の増毛、留萌間が廃止され、残った留萌、深川の50キロは、本線を名乗る路線としては、日本一短い路線となってしまった。ちなみにこの記録は、2021年の日高本線様に、向川間廃止により、塗り替えられている。この廃止により、8つの駅が廃止された。このうち増毛町内の駅はきれいに撤去され、増毛駅は観光施設として、再利用されている。留萌市内の駅は廃止後5年以上放置されたが、2022年末にようやく撤去された。残った留萌、深川の区間についても廃止についての議論が行われ、2021年時点ですでに留萌市は廃止を容認、沼田町が石狩沼田、または恵比島までの部分存続を求めており、JR 北海道はこの意見に否定的であった。JR 北海道が否定的になるのも、営利企業としては当たり前な話で、毎年6億という赤字を垂れ流すお荷物路線を、ボランティアでやってるわけでもないのに一部区間とはいえ、残していくわけにはいかないのだ。そのため JR 北海道は部分存続において、赤字補填額約3億円を、地元自治体へ要求。とても人口3000人レベルの町に出せる金額ではなく、最後まで沼田町は廃止に反対したが、最終的に全自治体が廃線に同意し、この動画公開の2週間後となる、2023年3月31日に石狩沼田、留萌間が、3年後には残りの全区間である、深
加川、石狩沼田間が廃止され、バス転換される見込みである。なぜこんな赤字路線の廃止を2段階に分けたかについてだが、高校も病院も市内にある留萌市にとって、鉄道はもう不要なものであり、今すぐなくなっても問題ないのに対し、町内に高校や病院などのインフラが整っておらず、いちいち深川まで出る必要のある沼田町、チップ別町の住民にとっては、多くの住民にとってはすでに不要なものではあるが、高校生やお年寄りなど、車を運転できない人々にとっては、少数ながらも必要な手段であり、すぐになくなられると困るのだ。そこで3年という猶予を与えることで、高校の近くに引っ越すなど、町民に考える時間を与えているのだと、考えられる。3年という期間は廃止決定前にはすでに死亡していたであろう。来年度の高校1年生がまともに学校生活を送っていればちょうど卒業する年であり、おそらくその辺も考慮されているのだろう。鉄道ファン一個人の意見としては廃線は残念だし、残してほしいのが一番だが、必要とされないものは消えていくのが、世の摂理。札幌、旭川間の特急停車駅である、砂川飛梅からもかつて路線が伸びていたが、すでに多くの人々の記憶から消されているのと同じように、深川駅の隅っこから伸びていたローカル線の存在が知られなくなる日も、近いのかもしれない。留萌線の主こと、キハ54と、若造キハ150は、ラストラン列車の鹿笛が鳴るその日まで、山奥の新鮮な空気と、深川へと学びに向かう学生を乗せて走るのだ。最終日には専用ヘッドマークも用意され、盛り上がることだろう。あ、そうそう。貨車駅オタクとして触れなくてはいけないポイントを、忘れておりました。留萌線の留萌、深川間には、海老島、幌糠、大和田の3つの貨車駅が存在し、木材でボロ隠しをしている海老島を除くと、どちらもクリームと水色の標準ツートンをまとっている。幌糠はクリーム色が黄色がかっており、大和田はどちらかというとクリームというより白に近いなど、違いを言い出したらキリがないが、そこには目をつぶっていただきたい。数年前までは旭川管内を中心に、北海道各地で見られたこの塗装も、駅の廃止や塗り替えなどで急激に消滅し、昨年の宗谷線、宇多内駅の廃止に伴い、残るは留萌線の大和田、幌糠のみとなっていた。ちなみに下沼駅は顔のイラスト含めての塗装、ベッドが駅は少し色が違うため、私的には対象外だと考えている。近年門戸内駅や宇多内駅、安牛駅など、標準ツートンカラーが相次いで廃止されており、もしかしたらこの大和田と幌糠の存在自体が、廃線への布石だったのかもしれない。